これは致命的なんですけれども、音楽っていうのは正解はないんですよ。正解がないんですけれども、こんにちは、千葉達也です。本日も視聴者さんの演奏を僕がアドバイス評価させていただこうと思います。本日はですね、ももチャンネルというご自身のサックスの演奏のこう成長過程っていうのを動画に上げてる方がいらっしゃるんですけれども、その方が、ジャズの名曲サテンドールのいわゆる替え歌、アドールっていう曲を演奏してくださいましたので、それについて評価アドバイスしていきたいと思います。それではまず聞いていきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ももちゃんさんの演奏でアドールを聴いていただきました。ももちゃんさん演奏どうもありがとうございます。そうしましたら、このももちゃんさんの演奏に対する評価とアドバイスをしていこうと思うんですけども、まず一つ目、ももちゃんさんの演奏ですごい良かったのがですね、音がサックスの音じゃなくて、音がちゃんとジャズサックスの音になってるっていうところなんですよ。これはサックスに限らないんですけれども、音がいい人の特徴っていうのはですね、たくさん練習してるっていうのは当たり前なんですけれども、それ以上にいろんな人のこう曲だったりとか音楽、音っていうのをたくさん聞いてきてるんですね。っていうのも、音楽っていうのってやっぱりすごい抽象的なものじゃないですか。例えばピカソの絵だって抽象的ですけれども、音楽なんてもう形すらないわけじゃないですか。空気の振動で感情に訴えかけてるものなので、ですので、もちろん音楽っていうのは正解はないんですよ。正解がないんですけれども、自分の中では一つのこう正解みたいな、まあいわゆる目標、理想みたいなものはしっかり作っといた方がいいんじゃないかなと僕は思うんですね。そういった点で、ももちゃんさんの音を聞く限り、もちろん音色でも改善できるところってたくさんあると思うんですけれども、ももちゃんさんの演奏は、あ、この人ジャズ聴いてるんだなっていうのがしっかり伝わってきました。そしてもう一ついいところなんですけれども、ビブラートだったり強弱のいわゆる表現のいわゆる味付けみたいなものですね、っていうのがしっかりと意思が感じられるし、そればっかりになってないっていうところが僕の中で良かったんじゃないかなって思います。これはですね、人によって結構意見が分かれるところなのかなと思うんですけれども、例えばビブラートをたくさんかける人と全然かけない人、これどちらでもすごい有名な方はいらっしゃいますよね。だったりとか、音量の変化がしっかりある人とそうでない人もいたりするわけなので、いろんな意見があっていいかなと思うんですけれども、どちらにしてもやっぱりそもそもの音色だったりとかメロディーの吹き方っていうのがあってからのオプションじゃないですか。こういったビブラートのような表現っていうのはですね、時には使いすぎてしまいますと、そもそもの音色だったりとかメロディーの吹き方っていうのを損なってしまうっていうのがたまにあるんですね。なんですけれども、ももちゃんさんの演奏っていうのはですね、こういった味付けっていうのがちょっと控えめで、まあこれはもう正直好みなので、好きな演奏していただいていいんじゃないかなと思うんですけれども、その中でもしっかり自分の音を損なわれてない、自分の吹いたメロディーっていうのが損なわれてないっていうのが非常に僕はいいんじゃないのかなって思いました。こういった自分なりの吹き方っていうのはですね、ある種の個性になりますので、正解っていうのは全くないんですよ。例えばジャズサックス
の中で一番こう神様的な感じで崇められてるのはやっぱチャーリーパーカーじゃないですか。チャーリーパーカーの中でも実はそこからこう派生していくわけなんですよね。チャーリーパーカーの意思を継いで、チャーリーパーカーのプレイスタイルを継いで吹いてる人がいる。ソニー・スティット、ジャッキー・マクリーン、あとキャノンボーラーダレだったりとか、フィル・ウッズだったりとか、さらにその下の世代なんかもあったりして、いろんなプレイスタイルっていうのが一つの、まあ、流派みたいな感じですね。一つの流派からこう派生してるみたいな感じなんですけれども、ぜひですね、ももちゃんさんも一人の演奏をじっくり聴くっていう期間もすごい大事なんですよ。なんですけれども、それと同時に、本当に対局の人、例えば西海岸系のリーコニーズだったりとか、そういった方の演奏もぜひいろいろ聴いてみるといいんじゃないかなって思います。その中で自分が、なんかこう、いわゆるジャズの喋り口調みたいなものの中で、ああ、これいいな、真似したいなっていうのがあったら、ぜひちょっと真似してみるのもいかがでしょうか。そうしましたら、ここからももちゃんさんへのアドバイスなんですけれども、一つ目なんですけれども、これは多分皆さん思ったんじゃないでしょうか。ちょっと聞いてみましょうか。はい、いかがだったでしょうか。僕ですね、このももちゃんさんの演奏を聞いた時のファーストインプレッションとして、演奏が硬いなっていう感じがするんですよね。硬いなっていうか、こうなんかブリキのおもちゃみたいな、なんかこう演奏がギコギコしてると言いますか、ちょっとなんかこう堅苦しい感じに聞こえちゃうんですね。音楽のジャンルだったりとか曲調によっては硬い演奏をしなければならないっていう時もあるかもしれないんですけれども、特にこういったジャズのスロースイングの曲の場合っていうのはですね、結構余裕を持ったイメージをお客さんに伝えてあげるのがいいんじゃないのかなって僕は思うんですよ。そういった意味ですね、演奏が硬くなってしまうっていうところの、まあ具体的な説明をしますと、音が出だしからまあ一定になっちゃってるわけなんですよ。もちろんですね、こういったまっすぐ吹くっていう意識も大事なところもあるんですけれども、やっぱりそればっかりになっちゃいますと音楽っていうのは面白みがなくなってしまいますので、やっぱりこう音楽の中でも弾力だったりとか柔らかさみたいなのも持たせてあげると、よりももちゃんさんの演奏っていうのにメリハリがつきますし、聴いてる人はこうなんかこうリラックスして聴けるんじゃないかなと思いました。例えばなんですけれども、アントニオ・ハートっていう方ご存知でしょうか。アントニオ・ハートさんっていうのはですね、そういった音を硬く表現したりとか柔らかく表現したりだったりとかっていうのが非常に上手な方です。 YouTube でもアントニオ・ハートさんの演奏をたくさん聴けますので、ぜひ聴いてみてください。こういう人たちから、あ、こういう吹き方あるのねっていうなんか技術をどんどんこう盗む機会っていうのを作ってもらえるといいんじゃないかなって思います。そしてもう一つなんですけれども、これは致命的なんですけれども、リズムがちょっと突っ込んじゃってるんですよ。っていうのもちょっとここ聞いてもらいましょうか。はい、いかがでしょうか。こんな感じで元あるテンポに対してちょっと早めに突っ込んじゃってるんですよ。これはですね、音楽教室とかではなかなか教えてくれないような内容になるんですけれども、メトロノームの元あるリズムに対してジャストぴったりな状態、もしくはちょっと早い状態っていうのはですね、少し前のめりな演奏になります。なのでちょっと聴いてる側がハラハラします。それに対してメトロノームに対してわざと遅らせてる状態、全部均等に遅らせてる状態っていうのですね、いわゆる後乗りとか言ったりするんですけども、こういったリズムの取り方っていうのは聴いてる人っていうのは結構安心するんですよ。こういった元あるテンポに対して距離感は一定のまま少し後ろを歩くような演奏のことをレイドバックって言います。レイドバックっていう言葉はですね、主にジャズで使われたりするんですけれども、例えばレイドバックの代表で言ったらデクスター・ゴードン、ピアニストだったらバリー・ハリスみたいな感じで、このレイドバックにも個人差があります。で、レイドバックをすればいい演奏家っていう、そういうわけでもないんですよ。なんですけれども、人がソファーにくつろぎながらお酒を飲みながら楽しむ音楽って考えた時に、前のめりな演奏か、それともレイドバックをしてる演奏かって考えると、まあレイドバックしてる演奏も意識してみるのもいいんじゃないかなって思います。もちろんジャストでもいいんじゃないかなと思うんですけれども、それを超えてしまうっていうのは僕は良くないんじゃないかなって個人的に思ってます。ただこのレイドバックっていうのはですね、意図的にわざとちょっと後ろを歩くわけなので、テンポに関してかなり余裕がないとできないことなんですね。ですので最初はレイドバックっていうのを意識せず、まずジャストにしっかり持ってくる練習っていうのを意識するといいんじゃないかなって思います。例えばフレーズでこんな感じに、はい、パッパッパパパパパっていうフレーズがあるじゃないですか。パッパッパっていう3つのリズムが速くなってしまいますので、1,2,3
パー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 っていう感じで速くなりそうなところっていうのを一回除外して吹くのっていうのがいいんじゃないかなって思います。特にいわゆる裏拍ですね。どうしても裏拍が中心になってるリズムっていうのはその人のテンポをちょっと狂わせやすいところがありますので、一旦そういった裏拍のリズムを取って吹いて、でその中でしっかりとベースが出来上がったら、じゃあ次は裏拍のリズムを入れてっていう感じでやってあげると、自分の中である程度こう正確なテンポ、メトロノームみたいなのができるんじゃないかなって思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日はももちゃんさんの演奏に対して僕が評価アドバイスさせていただきました。そうしましたら最後こちらのアドバイスを踏まえて僕もアドールを演奏していきたいと思います。それではお聴きください。どうぞ。ということでいかがだったでしょうか。本日はももちゃんさんの演奏に対して僕が評価アドバイスさせていただきました。この動画のように僕も私もちょっと演奏を見てもらいたいっていう方がもしいらっしゃいましたら、僕のメールアドレスを動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらまで動画のデータもしくは URL を送っていただけたらなと思います。もちろん顔出ししないで口元の演奏だけでも全然いいですし、曲じゃなくても全然いいです。音階でもいいですし、例えば3秒とか5秒ぐらいのフレーズを1個吹くでも全然構いませんので、自分のサックスをもしより良くしたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。それでは本日の動画は終了します。ありがとうございました。